こんばんは、しおちゃんのお時間です。ヨーロッパオオナマズは世界最大級のナマズで、大きなものは3メートルを超えると言われています。このナマズは肉食性が強く、陸地に乗り上げて鳩を捕食することが観察されており、人を襲ったという逸話もあります。そこで今回はこの巨大生物ヨーロッパオオナマズについて解説していきたいと思います。しおちゃんでは生物の解説をしているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。ヨーロッパオオナマズはナマズ目、ナマズ科、ナマズ属に分類される淡水魚です。もともとヨーロッパの中央部、南部、東部の川に生息し、バルト海から黒海、カスピ海までに分布していました。ただしスポーツフィッシュとして西ヨーロッパなどにも導入され、現在ではイギリスから東はカザフスタン、中国、南はギリシャ、トルコまで生息しています。彼らは大きくて暖かい湖や深くて流れの遅い川を好み、川底の穴や流木などに身を潜めています。ヨーロッパオオナマズの口には多数の小さな歯が並び、上顎には2本の長いヒゲ、下顎には4本の短いヒゲがあります。そして尾びれまで伸びる長い尻びれと、比較的前方に小さく鋭い背びれを持っています。彼らは細長い体型をしており、ウナギのように後ろ向きに泳ぐこともできます。ヨーロッパオオナマズの体は非常にヌルヌルしています。透明な水では体色は黒色になりますが、泥水では緑がかった茶色になる傾向があり、生息する環境によって異なります。これに対し腹側は明るく淡い黄色から白色です。この種はアルビノの個体が存在することが知られており、時折捕獲されます。ヨーロッパオオナマズのほとんどの成魚の体長は約 1.3 から 1.6 メートルで、 1.5 メートルの個体の場合体重は15から20キログラム、 2.2 メートルの場合は65キログラムになります。2メートルを超える個体はあまりありませんが、大きいものは全長が3メートルを超える可能性があり、最大体重は200キロを超え、ヨーロッパと西アジアでは最大の淡水魚となります。これを超えるのは粗化性の大西洋チョウザメとオオチョウザメだけです。1856年にロシアに源流を持ち、ベラルーシとウクライナを経て黒海に注ぐ川であるドニエプル川で採取された個体は体長5メートルを超え、重さは最大400キロに達していたとの記録がありますが、真偽は定かではありません。記録上最長のヨーロッパオオナマズは2023年にイタリアのポー川で捕獲された、計量されていない個体で、長さは 2.85 メートルでした。このヨーロッパオオナマズは非常に良好な生活環境下でのみ体長2メートルを超えることができます。ギリシャではこの魚は数十年前に導入されましたが、この場所の穏やかな気候、競争する種のなさ、豊富な食料などがヨーロッパオオナマズを大きく成長させています。ヨーロッパオオナマズはほとんどの淡水底菜食動物と同様に、昆虫、甲殻類、魚を食べて生きています。より大型の個体はカエル、ヘビ、ネズミ、コイ、さらにアヒルなどの水鳥を捕食し、他のナマズを共食いすることさえ観察されています。また他の多くのナマズと同様に、ヨーロッパオオナマズは獲物を狩るときは主に聴覚と嗅覚に依存しています。そして胸びれで渦を巻き上げて獲物の方向感覚を失わせ、それを口に吸い込んで丸飲みします。このヨーロッパオオナマズの非常に大きな個体は稀に人間を襲うという噂があります。ヨーロッパオオナマズはイギリスブリストルの野生生物を取り上げたドキュメンタリー番組、釣り番組である怪物魚王への主題となっています。司会者のジェレミー・ウェイド氏は、体重約74キロと約66キロの個体がリリース後に彼のふくらはぎに噛みつこうとしたとし、人間に対して攻撃的だった例を記録しています。彼はこの地域のヨーロッパオオナマズは成人を食べるほど大きくはないが、子供なら簡単に飲み込む可能性があると結論つけています。2009年8月5日のオーストリアの新聞テアスタンダールの報道では、ハンガリー北西部の主要都市
ジェール近くの漁師がヨーロッパオオナマズを掴もうとした時、ナマズが彼の右足を加えて水中に引きずり込んだと報じています。彼はかろうじて逃れることができましたが、その魚の重さは 100kg を超えていたと推定されています。またタブロイド紙は他の生物に対するヨーロッパオオナマズによる攻撃を定期的に報告しています。同様の話は古い自然史作家の作品にも登場します。ドイツの博物学者アルフレッド・ブレームは19世紀に有名な著書動物の世界を出版しました。この著書の中でスイスの博物学者ゲスナーはヨーロッパオオナマズは人間を容赦しないし、これは単に物語の領域に属するものでもないと述べています。そしてスロバキアの首都ブラチスラバでナマズが捕獲され、その胃の中からは子供の遺体が発見されたことが書かれています。地元の漁師たちは子供が水浴びをしている時にナマズに食べられたと語っています。さらにルーマニアの漁師が水浴びのためにドナウ川の真ん中に入っていくと、ナマズが彼の足を捕まえ足を引き抜くことができなくなって、彼は水の底に引きずり込まれたとあります。数日後彼は死体で発見されましたが、漁師の足はまだナマズに加えられたままで、貪欲な強盗ですら被害者の足を引き抜くことができなかったと述べられています。ヨーロッパオオナマズのメスは体重 1kg あたり最大3万個の卵を産みます。孵化には水温にもよりますが3日から10日かかる場合があります。そしてオスは卵が孵化するまで巣を守ります。また水位の低下が大きすぎるまたは早すぎる場合、オスは卵を鳴らすために尾で水をかける姿が観察されています。ヨーロッパオオナマズは非常に長生きで、スウェーデンでの最近の研究で70歳の個体が捕獲されたことが分かっています。若いヨーロッパオオナマズの肉だけが食用として評価されており、重さが 15kg 未満の場合は美味しく食べることができます。このサイズより大きいものは脂肪が多く、さらに食物連鎖の最上位に位置するため、生物濃縮によって有毒な汚染物質が蓄積される可能性があるからです。ただし、大型の個体は食用には推奨されていないものの、その好戦的な性質からスポーツフィッシュとして求められています。世界有数の巨大淡水魚であるヨーロッパオオナマズは、世界中のアングラー憧れの魚です。そのため、ヨーロッパでは多くの大会が開催されています。餌はカニやエビ、魚の切り身などを使いますが、一般的なルアーでも釣ることができます。ヨーロッパオオナマズは世界的に絶滅の危機に瀕しているとは考えられていませんが、保全状況は種の在来分布範囲によって異なります。分布の北端ではこの種は過去数世紀にわたって減少しており、1700年代にデンマークから、1800年代にフィンランドから絶滅しています。スウェーデンでは少数の湖と川にのみ生息しており、現在では準絶滅危惧種と考えられています。さらに最近の遺伝研究では、スウェーデンの個体群は遺伝的多様性が低く孤立しており、保全の必要性が強調されています。一方でヨーロッパオオナマズが生息していない地域に導入されることによる生態系への影響が懸念されています。1974年ドイツ人の釣り人が数千匹のヨーロッパオオナマズをスペインのエブロ川に放流しました。これに続いてこのような巨大な魚を釣り上げる機会を期待した他の釣り人も様々な国の川で同じことをしました。それによりヨーロッパオオナマズは西ヨーロッパと南ヨーロッパの少なくとも10カ国に進出しています。本来の生息地ではヨーロッパオオナマズは食用に漁獲養殖されているため、問題のある種とは考えられていません。これらの地域では他の在来魚に対する過度の捕食をしている証拠は見られず、個体数は数十年にわたって比較的安定しているようです。しかし新たに導入された河川では、様々な場所で他の魚種の個体数が激減しました。ヨーロッパオオナマズはこれまでに捕食者がほとんどいなかった大西洋サケなど、産卵のために海から川に移動する粗化魚を主に狙っています。この大西洋サケは個体数がすでに深刻に減少していた、商業的に重要な魚です。また、かつては特にイタリアのエブロ川に多く生息していたコイ科のバーベルは、ヨーロッパオオナマズとの競合や捕食により姿を消してしまいました。フランスのガロンヌ川では水力発電所を遡上する鮭を捕食するために
ナマズがそこで待ち伏せしています。科学者らはこの貪欲な捕食者が西ヨーロッパの多くの在来魚種を絶滅させ、ダムや水質汚染、乱獲の影響などですでに苦境に立たされている河川生態系を根本的に変えてしまう可能性があると懸念しています。またヨーロッパオオナマズは成長が早く、寿命が長い上、たくさんの卵を産むため容易に繁殖します。さらに彼らの優れた狩猟技術はこの場所の繁栄において優位性をもたらしています。すべてのナマズと同様、ヨーロッパオオナマズは高度に発達した感覚器官を持ち、特に獲物の振動を敏感に感知します。そしてこの種は新たな食料源に適応する驚くべき能力も持っています。彼らは陸上にいる鳩を捕らえるなど、本来の生息地では見られない新しい狩猟戦略も採用しているのです。フランスのトゥールーズ大学の魚類生態学者フレデリック・サントゥールが南フランスの町アルビにある中世の橋の上でこの魚の貪欲な摂食習慣を初めて目撃しました。タルン川の中に浮かぶ小さな島で、鳩は岸近くを泳ぐヨーロッパオオナマズの群れに気づかずに歩き回っていました。すると突然、一匹のナマズが水中から陸に飛び上がって鳩に食いつき、くわえたまま川に戻っていったのです。シャチがアザラシを捕まえるために浜に上がることは知られていますが、魚でそのような行動をするのを見たことがないとフレデリック氏は述べています。この研究で観察および撮影されたこの捕食行動のうち 28% が捕食に成功しました。またナマズのいない洋物の安定同位体分析により、非常に多様な水鳥以外の鳥を食べていることも分かりました。これはおそらく1983年にタルン川に導入された際に新しい環境に反応して新しい獲物を採食するように行動を適応させた結果であると考えられています。なぜならこの種の行動は在来の生息域では報告されていないからです。また2020年11月に発表された研究結果によると、同じ川でこの種は水面近くで求愛行動に夢中な産卵期のアロサを夜間に狙うことを学習したとされています。アロサはニシン科シャットアカの魚で、成魚は北大西洋、メキシコ湾、地中海、黒海、カスピ海に生息しますが、産卵のために川を遡ります。250匹以上のナマズのいない洋物を調べると、アロサが彼らの食事の 80% 以上を占めていることが明らかになりました。ヨーロッパオオナマズは日中に水面に浮かんだ大量のアサリの死体を食べることも観察されています。この種のナマズは主に夜行性の低生食者であるため、このような日和見的な捕食はヨーロッパオオナマズの新しい食料源への適応性の高さを示しています。これらの研究はすべてヨーロッパオオナマズが重要な回遊魚にとって深刻な脅威となっているという結論に達しています。淡水生態系を破壊する大型の外来魚の例は他にもあり、ナイルパーチは1960年代にビクトリア湖ヤタの東アフリカの湖に導入されたため、1980年代までに少なくとも200種の在来のシクリッドが絶滅しました。このナイルパーチについては以前の動画でも解説しているので、興味のある方はそちらもご覧ください。多くの場合、大型淡水魚は外来種、生息地の喪失、乱獲によって脅かされ減少しています。2019年の研究によると、メガフィスと呼ばれることが多いこれらの種は1970年以来世界で 94% という驚異的な減少を遂げています。ただし適応力と拡散力という点でヨーロッパオオナマズはメガフィッシュの中でも例外です。気温の上昇や降水パターンの変化など気候変動によって引き起こされる生態学的変化はヨーロッパオオナマズが繁殖するのにさらに好ましい条件を生み出す可能性があると科学者たちは述べています。毎年の産卵には少なくとも20度以上の水温を必要とするヨーロッパオオナマズが、ベルギーやオランダの水域が暖かくなるにつれ河川に定着していったという証拠があります。またフランスでは1年の長い期間にわたって川の温度が高いため、ナマズの産卵が年に数回行われる兆候も見られるといいます。さらにイベリア半島には他には見られない40種以上の淡水魚が生息していますが、
外来種がすでに一種を絶滅させた可能性が高いと言われています。最初に導入された川であるエブロ川の本流に多く生息するヨーロッパオオナマズがさらにかなり上流にまで生息域を増やすだろうと予測されています。ヨーロッパオオナマズはブラジルのサンタカタリーナ島に個体群を確立した可能性があります。これらは1988年にハンガリーから輸入されたもので、洪水により水槽があふれイタジャイアス川に流されました。2006年には体重 86kg、 体長 1.85 メートルの個体が捕獲され、彼らが生き残り繁殖している可能性があることが示唆されています。さらにはチェルノブイリ立ち入り禁止区域内にも生息しており、そこでは廃炉となった発電所のすぐ近くにある放棄された冷却地や水路に少数の個体群が住んでいます。彼らは観光客からパンを与えられ、これらの個体は健康そうに見え、近隣の水生生態系において上位捕食者としての地位を維持しています。また2023年には東京港区にある有栖川の宮記念公園の池で巨大なナマズが見つかりました。当時正体不明だと話題になり、琵琶湖オナマズではとの声もありましたが、 DNA 鑑定の結果ヨーロッパオオナマズだと判明しました。日本では特定外来生物にあたるため飼育にはいくつかの条件が必要で、京都の水族館に移動させることになりましたが、当日の朝死んでいるのが確認されました。特定外来種を飼うには環境省に飼育申請を出すことが義務付けられています。許可なく飼育していたり飼っているものを近所の池に逃がしたりすると、個人なら3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金となります。このようなヨーロッパオオナマズの導入の問題に対し、解決策は依然として乏しいと自然保護活動家らは述べています。現在ヨーロッパオオナマズを根絶する取り組みはあまり進んでいません。主にスペインとイタリアでヨーロッパオオナマズを中心に活発なキャッチ&リリースを進める釣りビジネスが構築されているため、政府や漁業者の間ではこの魚を駆除する意欲はほとんどないようです。この魚は東ヨーロッパではよく食べられていますが、大陸の他の地域では食用魚としてあまり普及していません。科学者らは淡水生態系を保護し、回遊魚が直面する脅威に対処するためにヨーロッパ諸国がより緊密に協力する必要があると強調しています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。